マスターマインドジャパンアーカイブセカンドへようこそ。今日ご紹介するのは、ジャパニーズマガジンセンスのコラボになります。それでは見ていきます。スターバックスロゴが、ロゴとセンスの5文字が、あのー、ここのフロントのところに入っています。だいたいこのセンスっていうところは、ジャパンであったり、ワールドであったり、だいたい5文字になってますね。でー、 これは、このスターバックスパロディロゴはサレンダーあたりから始まりました。一番初めはブラックとあのホワイトの,あの構図になってます。そして今回このジャパニーズマガジンセンスコラボのやつはこのようにベアブリックがついています。 これも後で回答していこうと思います。で、このロゴなんですけど、すべてラメになっています。ただ単なるホワイトではなくてラメになっています。こんな感じですね。こんな、全体像はこんな感じになっています。バックです。マスターマインドジャパンのところがセンスになってますね、これ。 まあ、このマスターマインドに関しては、このような感じのデザインが結構多くなっています。もう一度フロントを見ていきます。そして、これ断髪式です。今日、これを下ろしますんで、ここを切ります。切りました。今日、今日からこの T シャツは、新品未解答ではなく、僕自身が着ていこうと思っています。 こんな感じですね。昔のマスターマインドのタグっていうのはこういう風になっています。まあ、後ろの方はこのようになっていますね。まさしく本物です。で、注意事項もこれ書いてあります。で、センスとベアブリックのコラボになっているので、まあ、おまけみたいなもんですね。400%と、あ、100%ともっとちっちゃい50%になりますね。 これも後ほど開けてみたいなと思います。今日ご紹介させていただいたのはマスターマインドとジャパニーズマガジンセンスコラボの T シャツでした。